マイクテスト、マイクテスト、もうちょっと、もうちょっと、マイクテスト、マイクテスト、こいつの方がうるさい。マイクテスト、マイクテスト、これミドルを上げるのかな。もうちょっといつも大きい気がする。テスト、テスト、テスト。オッケー。グッモーニング。お、アメリカ。いつも遠くから見てくれるんだよね。今日もイベントやっていきます。鼻声ですいません。今日はね、2 on 2ですが、ルールどうしようかな。ちょうど今16なんで、バンルールやりますか。相手チームの1キャラ禁止。
でキャラクター自由。だーくそかす。オーラパンチずるくね。タッチキックもいらないじゃん。あれオーケー早えなすだから飛行機は一番早い、一番早い。じゃあ皆さんそろそろ集まりましょう。じゃあ皆さんそろそろのそろそろでお願いします。今日はどうしよっかな。やっぱ1キャラ禁止ルールしよっか。2オン2で、1体ずつ使って相手チームの1キャラを禁止する。チュンリー使いには死んでもらう。こういう時に2キャラ持ってるといいよね。ん？組めばいいじゃん。雑魚雑魚やるよチーム決めどうしましょう。もうランダムで組もうか。集まんねえよー。今日は8人いるので8人いるので 4-4
44かな、そうね、2 on 2なんですけど、他に何か希望あればやりますよ。なければ何でもいい、聞いてくれて。よーし、でもないんだよな。日高派か大野派、ジャーク、チーム決め勝手にやっちゃうんですけど、いいですか。キャラクターは自由です。1キャラ禁止にクレームが入ったんでどうしますか。まあガチでやってもいいですよ。厳しい、サブキャラ使えよ。サブキャラなんか別に50円入れるだけでできるんだからさ。まあじゃあやめますか。チーム決まりました。デレローヒデ、坂本ペコ、バイパー仮面人、草グリグラというチームでございます。これだとさすがになんか番なしだと何も考えることなくサクサク終わっちゃいそうなので、ルーザーズやる？ 2キャラ持ちにする？はい、相手キャラ、相手のメインを自分の自由に使えるのと、あと相手のメイン使うのとみたいなやつがあった。あれどうやんだっけ。あれよく覚えてないな。あれ KKY さんが持ってきたんで、
いくつかあるんだよね。チーム戦。相手のキャラ使う？自分のメインを使う？自分の S キャラを使う？何もなし、あ、何もなしと、自由もあったんだっけ？自由はないか。あー、そうか。相手のメインを使う？複雑だけど、もうね、使えない人がいるんですよ。使えない人がいつもクレームを出してくるんですよ。もういいや、もう普通です。ダブルイリミネーションでやりまーす。これダブルイリミでも試合数変わんねえわ、ほとんど。したら、2キャラ持ちにしましょうか。2キャラ持ち。2キャラ持ち、同じキャラなし。S は別キャラ扱い。別キャラ扱い。メイン使えるだからいいだろ？いいでしょ？メインは使える。2キャラ持ち。出し方は変えていいけども、最初にキャラクター申告でお願いします。じゃあ、草グリグラチーム考えてて。ペコ、坂本チーム考えといて。チーム内キャラかぶりなしで4体使う。で、S キャラと X キャラ別キャラ使え。仮面人さん。バイパーさんとチームなので、相談してください。バイパーさんと仮面人さんで、うん、チーム4キャラ使用、チーム内キャラかぶりなし、 S キャラを別キャラ扱い、固定です。固定。じゃじゃーん。今キャラクター決めてますので少々お待ちください。あれ？スイッチどこ行った？スイッチ、あ、ごめん、コメント消えちゃった。ごめんなさい、もう一回書き直してね。なんか書いてた人、めっちゃ鼻声なので聞き取りづらかったらごめんなさい。これが限界です。あれ、どっか行った。
誰決まった？決まったら申告をお願いします。いいよいいよ。 X 竜 X 竜 S 剣 S 剣 XDJ XDJ X チュンリー、坂本ペコチーム S 剣竜X サガ X 剣、おお龍剣魔界、バイパー仮面人、ホークガイルで、バルログ S バソー、クサグリグラ出たよ、チュンホンダ、フェイロン剣、はい決まりました。それじゃあ始めますか。トーナメントはできております。ババーン、クサグリグラ対ヒデデレロ、クサグリグラ 1P 側、こっち先方のキャラは申告してください。4体使わなきゃいけない。次の試合、坂本ペコが 1P のバイパー仮面人 2P です。はい OK、 1P 側グリグラ剣、 2P 側デレロエス剣、皆さんねサブキャラ増やしましょう。サブキャラは非常にいいですよ。はい、それでは7月の13日スパ 2XNVC2 ランバと 2on2 景色始めていきましょう。 1P 側がグリグラの X 剣、 2P 側がデレロ S 剣、そうですね、 X 流使いはX 剣より XS 剣の方が、スーパー剣の方がだいぶ似てます。ハード2A、さあ飛びのうまさがグリグラの持ち味の一つ、それは剣を使っても変わらない。打ち返したところ飛ぶ気満々が出るの手堅い、強勝竜手堅すぎる、中圧で投げ、強勝利根元じゃないなくていいのが安心感抜群ですね。おっとおっとっと、これは一文字入ってアッパー、ここはピー投げ、詐欺飛び風だったが詐欺飛びはありませんよ。ジャンプキック強いぞ、さあレッパでちゃんと落とす、さあグリグラが取り返して11、グリグラ剣は結構使ってますね。投げる強勝竜、反対逃げる強勝竜、簡単な作業、あの強勝竜の強さは X プレイヤーじゃないと分かんないかもしれないですね。何が強いかっつうのは、まあ絶対に落ちるとこですね、このゲーム。うえー、さあどうする、草本田か、草本田か、これ草本田が行くのか、本田怖いよな、草本田が行くっぽいぞこれ。あっチュンリーだった、草チュンリーが出る。さあグリグラハイロンをヒデチュンリーに残すつもりなんでしょう。だー減りすぎる、
今ので半分ゲット。半分じゃ済まねえな。7割ぐらい減ってるぞ。お電話お電話。飛行券を踏んづけてめくり立ちこパン投げで残り3割切ってましたからね。ゲージ食べよう、ゲージを食べよう。あーお S 剣はね、あそこ結構コンボ難しくて、やるんだったら中盤昇竜あたりなんですけど、簡単なのはもう飛び込み昇竜拳ですね。これがほんとマジでつながるんで、投げるからの、あーあああ、あおーおーおお、ある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 、ふぅだーなにそれ。さあ疑惑の垂直ジャンプ中キック、強かったのかあの技。あー投げて死なないけど、おー逃した惜しい。今の飛び込み昇竜拳当てるとめくりがついてくるんですよね。デルロエス君いい仕事をした。ここはヒデ君が瞬で行くのか。さああとは消化試合なので、さあヒデチュンリー対草チュンリー、君、緑色が草、紫色がヒデです。押しているのは草チュンリー。連勝100しっかり落として、これで体力逆転。いい飛び。この同キャラ戦はお互い灼熱が超強い。おおしっかり引き付けた。百裂が強すぎるのでお互い百裂を出して両者当たらないなんてこともあります。本田とは大違い。ジャンプ中キック投げる、草がアグレッシブ投げる。これはやばいんじゃないか。サンダつながらない。テンション落とす。逆転の目がある。さあ抜けてくる。しっかりしている。さあ草くん嬉しそう。ヒデ DJ 残しはグリグラフェイロン戦あるよ。残ってんのホンダフェイロンだからね。いけると思ってんのかと煽ってくる。しかしデレロー竜がここを勝ったらマジで分からんぞ。さてロリュウも真面目系。昇竜しっかり出るよ。投げる、まあ、あの投げはお互いまあしょうがないやったやつです。おっと出させた。あー投げてんのチュンリー。あらら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 らだー減る。こっからするんだもんな、すごいな。開幕はテンション、ここは思い切りを見せていったが落とされて画面端スタート。ファイヤーちょっと近かった。ナイス下段ナイスガードですね今のは。うわーだーあの技。さあヒデ DJ 残しになった。さあヒデチュンリーが喋る、喋ったところで相手チーム苦笑。いやねえだろみたいな。さあヒデ DJ は目の前の百列に立ったりしゃがんだりしている。やることないですよねあれね。エアスラ早い、エアスラ早いぞ。おっとしかしゲームキック入って、これきつい状態。
あー出させられた。あー踏みつけ。さあこれでワンピーガーチームがリーチ、イアスラ風のマシンガンパー踏むんですよ。シュンリーがどんだけ恵まれてるか。さあ踏まされた。おっとおっと、ここも引きつけてでしょ。何段構えなんだ。うわー、しっかり抜けて天正1-0ワット重なっている。ダメー。さあ草チュンリーが圧勝。まあ総当たりになるんで、ダブルエリミって総当たりなんで、これじゃあワンピー側坂本ペコ行ってください。ワンピー側です、ワンピー側です。バイパー仮面人が 2P 側、先方の申告をお願いします。はい、決まりました。喉痛いよ、喉が痛いよ。はいはい、ヒデチュンリーです。さあ、ワンピー側が坂本 X 剣 VS、はい、仮面人 S バイソン。仮面人さん、はい、なんだろう、イベントがあってきたとかそういうのではなさそう。なんかさっき聞いたら、はい、まあなんかあの連休とかはだいたいこっちの方いるって言ってましたマジって思って、いやいやいや遠いでしょうって思って。兵庫ですよ確か。そう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 なんですよ。だからすげえなって、根性値やべえって思って。あっ、壊しガードはしてなかったけれども、投げ方な剣がは。これね、何も考えずに、はい、ぼかしたらはめるだけ。はいはいはい、実にシンプル。おっと、つかみ返す昇竜拳。はい、大足。はい、あ、あぶれやばいぞ。さあ、うわー、あ、あるある、 ある。あそこもね、中足強いですよね。はい、これね、とりあえず剣がS バイソン、まあいろいろやってくると思うんですけど、昇竜拳置いとけばいいんじゃないかなって思うんですよ。昇竜拳か何か。昇竜拳を置くのはマジであり、マジであり。あー、はめるだけ。坂本さん爆笑、爆笑してる。さあ、バイパーどっちが出るんだろう。バイパーさんのキャラは何すか。ガイルホークですね。さあ、やっぱホーク来ましたよ。さあ、X 剣は、はい、下がったよりはだいぶやりやすい。あー、ホークから見たら。はいはい、ウィー踏み込み。まあ勝利あやち OK でしょう。そうですね、とりあえずはお互いダウンするので悪くはない。ダイヤシャ入って回したいけども、回せる前になかなかいけないのがやはり上級者剣ですね。はい、まあいろんな不敵ありますからね。そうですね、ワイパーさんもなんだかんだいろいろやってるふりして、はい、スパコンだけ狙ってるんで、まあダブタイ聞こえますよねワイパーさんの代名詞。うおー、逆昇竜。まあもう間に合うから今のは。まあ、坂本さん坂本でね、昇竜かなり出るんで、まあF 剣だ、X 剣だろうとっていうところでしょうね。さあ、しっかり歩いてガード。おっと、これはコーナーから超台風でかい。あー、俺たちのバイパー一発目のコパンしくったのかと思ったらしくってないですねあれ。はい、さあ今度は遠い間合いからコンドルで突っ込んでくる。カラジャンプも混ぜて、X 剣のミス待ちを。ミス待ちですねこれは。おっと、回せない、回せなかったが、ダメージは十分でしょう、2割くらい。あ、おっと、奥ぐらいになってしまう。これはどうなる。バックジャンプコンドルってのはちょっとむずいですよね。おっと、うっ、うっ、昇竜出して、わあ、あれましたね、あれで返してまだあるぞ、前歩きくらいだけ、まだあるぞ。うっ、あ、うまい、お、ナイス、ナイス、これはまだある。よくダイヤシー打ちましたね。はい、お、中継
わー見逃したー手前落ち見えるさすがさあワンピーガマ坂本ペココンビはどうする。キャラがエスケンリュウ、エクスタガテクスケンか。さあペコさんが行くエクスリュウっぽいな。エクスリュウじゃないかな。だよね。エスケンはやっぱバルドグリ残したいですからね。はいはいはい。さあペコエクスリュウが登場。これで五分かな。かな。まあ2体目対2体目なので。そうですね。ペコ流はソウル拳無理しない。あ、しかしああ今スカシカブル狙いは良かったがタイミング忘れた。はい。さあ、あーっとこれはコンパン。おーおーおーから台風でこれは近い。ふぅーふぅーしっかり俺たちのバイパーボーズ2回目。こんな簡単に回せるキャラではないんですけど。ですよね。さすが熟練度がね、やばいっすからね、バイパーさん。さあ、これは表見えず。うわークラッシュからトマホークで割り込んで。やばいやばいやばい。死ぬのか死ぬのか。暴れる。さあペコさん、ここは波動拳打たないんですよね。はい。さあ、これで、あっ、はい、見えてますね、手前着地の高さ。ちょっと微妙なところでしたね、今。ちょっと怪しい感じ。怪しかった。あ、うん、まあまあ、そうですね、ギリギリ。あ、今ちゃんとバックジャンプ大キック一発で止めたのさすがですね、ペコさん。そうっすね。あそこでなんか変なことすると台足使って歩かれてみたいな。やばいっすよね。さあコパン当たって、これはどうなる。おっと踏んだ。今のは画面の動かし方がすごい。おっと、うわー、おー、昇竜に切り替える。あ、違った、今度だった。さあこれは、あー、ダブルタイム入っちゃう。まあ残ってんのがサガットとエスケンなので、はい、サガットからいきますね。まあ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 、そうですね。まあ相手のチームがホークガイル、バルログ残ってるのはガイル、バルログ。まあガイルちょっときついかもですが。そうですね、苦しいかもしれないですね。はい。うわー、昇竜今日は思いっきり埋めにいきますね。はい、トマホーク埋めって、ダーマーティス4発目全部当たったっていうより全勝ちしてますね。全勝ちしましたね。これはやばいわ。やばい。さあこれは坂本さん、嫌な取られ方しましたね、一覧の目。こっからどういう風に切り返していくか。海外勢も大喜びですよ、これでしょうね。なんだこれはみたいなフォークってこんな10割取れるキャラなのみたいな感じでね、思ってそうですね。さあこれは2位確定。トマホークを重ねるっていうのはやっぱり、はい、リスクもあるけど、はい、リターンもあると、もう出せないってなっちゃいますからね。まあ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 、まあ、そうですね。さあここは冷静にまずは1本取り返した、流れを掴んだか坂本サガット。さあしっかり台足は立ちで透かして、ガードも受けない状態、いいですね。あっと2位が出ない。今のは2位確定ですか。確定ですね。確定なんですね。2位と上強ショット、どっちかはほぼ確定します。あ、ほぼ確定。あーし、うお、すごいっすね、言い方。さあ出して、とりあえず難を逃れたが、うわー間に合わない。2位確定。危ないっすね、今のもちょっと間に合いそうな感じもしましたが、うまーり。あれは焼き鳥の技。やばい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 よ。どうすんの。おっと、いけず。しかし体力差が、わー、これは、あー高めぐらいで掴み、坂本回されまくった。そうですね、ペコも回されて終わるのか。残るはエスケン1人。はい、まあエスケンですからね。スーパーケンは強いぞ。いや、スーパーケンはね、このキャラね、本当に火力高いんですよ。火力、隙のなさ、はい、その辺が売りですね。そして足シャカシャカいってますからね。これどんな高くても昇竜拳でコントロール台持ってたんで。あー、それ、あー、やっぱ苦手なんですよね。すごいな、重て。うわ、3段打ってくる竜巻。はいはい、減りすぎだろ。いや、見えない見えない見えないいや、今の表だと思うけど。いや、表でしたけど、だけどもちょっとね、なんかギリギリまで見えない感じでやってきましたね。ペコさんね、ガイルにも表から3段決めるんですよね。マジアッパー昇竜拳、やばくないですか。なんで繋がるんだろうと思うんだけど、高さがうまいんですよ。ネットバックエラー。ええー、
さあバックジャンプ台形、手で波動拳打って距離を離す、台足が刺さって結構痛い、足元違う、大丈夫かな、あ、大丈夫大丈夫、めくりソーリー、めくりやばくないですかこれこれマジエグいんすけど、エグいね。さあ仮面人バルログ、さあ副将、大将対副将、副将仮面人兵庫から来たので、はい、あせっかくだから勝ちたいところ、はい、しかしかなりのダメージとガードもしているので爪がそろそろ剥がれそう、あーゴロゴロが出ちゃう、おっとあそこは投げですね、今ペココプターでしたね、ペココプターは何も弱いっすね、弱いっすね、マジでこの組み合わせは S 剣の、おおあワンチャン、あーでもこれ画面端行った、到着して、あー吐かせた、勝負やる、やりに行った、えらい今のをやる、お見事、あ配信できてる、よかったよかったですね。さあなんとかもぎ取った仮面陣だが、バク転で回避、弁転、バク転、バク転か、弁転ってバックスラッシュって技です、弁転はやべえ、弁転いっちゃダメだよ、弁転はやべえあばれ、いって爪も取れる、爪も取る、あしかし爪回収、ハッフラーさんばりに早いぞ今の、あー今の立ち壊しからの投げの連携結構良かったんですが、必死に技振ってましたね、だあこれは死にかけ、いや P バク転が読み合いですね、あそっか、なので弱波動重ねにしたんだけど、弱波動の場合は、はい、テラーがありえる、あそっか、当てて抜けるかなっていうとこですね、はい、さあやはりペコさんが勝利しっかり出るキャラ、出る人だと知って、やはり地上を中心に仕掛けていきますね、でも波動拳見てから飛べますけどねこれ、うん、おっとどう、あーと負けた、これは美味しい、壊し強っ、そう壊しがスライディングを全部潰しますので、はい、うわーバレたまだ死んでないけども、ちょっと苦しいですね、どうする、アルティガードしっかり、あーあれが、あー強え、判定が強えんだわ、あの遅らせたいやつはバルログみんな当たりますね、そうですよね、あー、うん、さあ対象はガイルですね、バイパーガイル、今の、まあ、あのジャンプ台形の後しゃがみ台足までちょっと距離かなりあったじゃないですか、冷静にガードっていう選択肢ってやっぱ難しいんですか、バルログ側あるけど、バルログはなんか手出すね、あ立ってたり、へえ、手出したがり、さあさあ端っこしのいでいる、さあ対象同士バイパーガイル対ペコエスケン、ジャンプ台形入ってかなり美味しい、2ヒットには当たらなかったがやばいぞ、おーでかい投げ返しのバイパー、なんかガイル使いって投げ返しうまいよね、そうなんすよね、あーこれやばい、はいはい、あ重てほらあやばくないですかよ、ほらまあ、あれからめくり竜巻台足と今の表三段とでやっぱガードが難しいんですかね、ギリギリまで、まあ、ちょっと食らうってことはそういうことっすよね、三段打ち切ってる方も打ち切ってる方ですよ、あっとこれは初代ストリートファイター、いいっすよこれぞストス、当てガードさせてなで、ガードさせてなで、うん、これぞストス、ジャンプ台に入って3回目はねえだろって思わせといて普通に投げましたね、はい、わー踏まない、あれはガイル踏まないですね、へえ。愛されボディ、いやジャンプの長さのせいかな、はい、あ、そっか、あー TBS 阻止、さあ連チャンジャンプ失敗かな、それはさあ立ち弱点、あー失敗している、あーヒット、あーあー減った減ったおかしい、これ待って待って待って、これやばいっすよ、これこっから出るの、はいはい、はーマジやべえだろこのヘリ、7割だぞ7割、さすがにだろ今のはやべえな、いや今のはねやばい、いやいやいや今のはね五大工を勝てないといけないバイパーさんの頑張りが報われない、今のヘリ方はちょっとかわいそう、
貯めてた。何今の。お電話案件でしょ完全に。草グリグラ 1P の坂本ペコ 2P。 坂本ペコ 2P。 超減った。何今の。まあ、S 剣1ラウンド取られてた。アンクラ減るわ。やばいやばいやばい。いや、いいもの見れたわ。まだまだかぶせられるよ、そうやって下げちゃうと。おい、皇帝さんじゃないですか。オッケーオッケー。はい、ケン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 。グリグラーケン VS 坂本ケン。いや、これ今日の配信 YouTube で流れたら、ペコさんのあの3段のヘリのところ Twitter にアップするべきでしょ。あれあれすげえわ。即お電話でさ。いや、あれマジヤバくないっすか本当に。めっちゃコメント来てるもん。めっちゃ来てる。ヘリすぎうっそーとか。あぶねえ。ミカさんそれはヤバいっす。いやでも、いや本当ね、この動画が上がるのが楽しみでしょうがない。あの3段だけピックアップしたい。俺は本当にピックアップしたい。死ぬか。ピオルは分かるけど死ぬかって感じですね。そうそうそう、7割今日減ってますからね。あれはやべえわ。さあ、とりあえず試合見ていきましょう。緑の剣がどっちだ、分かんねえ。グリグラさん、グリグラさん。そして青い剣が坂本さん。坂本さん、怖怖怖。単発ディスティコンボですね。はい、300点。でもあの3列点ちょっと地味に痛くないですか。若干そこ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 いて。さあ弱小でしっかり。さあグリグラ走り詰めて何もしない。さあしかし坂本、わー、落ち詰めはいけないんですよね。ケンケンは、まあまあまあそうですね。まああと飛び一発当てるゲームじゃないですか。え、あー、しっかり。今のカラジャンプだったらスカッタまでありますよね。ありえますね、はい。まあ、当たるかな。どうでしょう、ちょっとこれ、あーちょ、あ、微妙ー。多分当たるかな。当たりそうですね、今のは。このゲームやはり技振ってるキャラは強いは強いんですが、カラジャンプを混ぜることによって技をつかさせることもできるので、それもありですね。キャラによっては必須テクですね。あ、そうですね。あーと勝利狙いが文字でカバー。さあ坂本さんがやはり勝利はバッチリ出るよと。さあこれに対して普通のケンケンでしたね。さあグリクサコンビはどうする。ホンダかな。そうですね、ホンダ出しどころないですよね。いや、サガットに出すんじゃないですか。でもサガットはフェイロンでカバーできるから、まあ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 チュンリーでもカバーできるしみたいな。そうですね、まあ、とりあえず数を減らすことを重視したホンダでしょうね。チュンリーはもう出す必要もないですね。あー、さあ波動踏む。さあしかし坂本健の動きがいいぞ。画面の押し方が。さあしかしこれはやばいやつ。あっ、おーおー、我慢している。おっと、ナイスショル、いいショルですね。今はいいショルですね。連覇対空、お見事。さあしかしここから読み合い、台足、あーよく打った。しかしあーこれはなくて。大丈夫ですかニカさん。さあ弱続きでまだ開幕スタートで大足食らう。さあこれは坂本さん、おいしい。波動拳、波動拳。あの弱続きはバックジャンプをちょっと追いかけるって技ですね。へえ、あ、そういう意味合いがある。蹴っ飛ばされないで済むので。はいはい、あ、おお、はい、はあ、裏に昇竜。さすが昇竜はバッチリ。こんくらい出ないとサガットは使えないですね。あー、サガット、いやでもね、ほんとね、サガット使ってる人ってね、みんな技術高いんですごいですよ。精神力もありますよね。そう、精神力やばい、すごいよな。勝利打てないがガードで OK なところでしたね。さあ踏まされた波動拳。弱波動はしっかり落ちるが、バックジャンプでパイオ。しかしからのバック三択は投げ返し。これはお見事、とても偉い今のは。さあ残りがフェイロンチュンリーとなりました。フェイロン出すのか。フェイロンからっぽいですね、まあ、フェイロンもキャラ勝ちですからね。まあ草さんのチュンリーに全てを託すような感じ。しかしグリグラさんもこのフェイロンでいろんなキャラを分からせてきているので。分からせてるのか分からん殺ししてるのか。まあまあまあ両方もありそうですね。
ただサブキャラでフィーロンみたいなレアキャラ対戦は難しいですよね。まあまあまあそうですね。投げてうわーあれねマジで手出したんですよね。だー弱勝利の作りにしっかりとアッパーレッカ3発決めたのはさすがですね、うん、グリクラさん。アッパーが出るギリギリの場合まで踏み込みましたね、はい、素晴らしい、はい、すごいですね。さあ大足はかくんなかったが距離は離したので OK でしょう。さあ波動拳よく打った。今のは出さなかったら多分投げられたでしょうきっと。高い。うわこれはもう完全にフェイロンペースですね。ああしっかりヒート確認。いやーこれはあー削り角かなあそこどうだろう。小足から劣化拳は割り込めますけども昇竜拳だけなんで。はいはいはい。まあ打つか打たないかの2択、ね、はい。でジャンプで逃げられないですよあの連携。ああそっかジャンプまでに。それが強いですよ。そっかそっか。ジャンプまでにフレームありますから、ね、どうぞどうぞ。ここはサガットを出していくペコさんの2キャラ残しですね。そしたらまあでもねありだと思いますね。残りがやっぱりフェイロンチュンリーという2枚カードなんで、まあ、X リューもね、かなり非常に強いので、うん、うわえ遠大系体育お見事。いやあの技強いですよ。なんかベガのあれですねダブルニートが潰すような感じの技ですね。そうですね。うわーマジであれ今のグランドタイガーに一方勝ちしましたよ。 しますやばいですね。でああこれははいはい。あーいてててててて。あー上から行くが上が出ない。で立ち強キックのいいところは上ショット打たれても大丈夫。あれにも当たっちゃう。あそっか勝っちゃうんですよ。立ち強パンだと上ショットに負けるんだけど。はいはいはい。いろんな技あーしっかり分かって使ってますね。さあ体力リードはかなり取れてきたので。ああ上タイガー美味しい。上の使い方がうまい。そうですね。ダイヤシじゃない。あっと拾えずだが今のは裏あれですね前ジャンプに支援を。ああひよるの。ひよっちゃったよ。ひよっちゃやべえわ。えぐいね。あでもあれかあのダンダンが食らった後だから。そうね。 あの技がピュアリチリーチかかるんで結構高いっすよね。あれと立ち強パンだけでピュアリますから。はいですよね。3発で結構えぐいですよね。フェイロンのあの投げと見せかけてのあの連携。さあこれでペコ X 流はい副将対副将の対決となりました。そうですね、はい、さあしかしペコさんの竜はかなり強いぞ。しかも何が強いかよくわかんないけど強いですねこれ。あ何が強いって言えます？あー、わかんない。言えないよね、はい、普通の竜なんですよね。あ、でもベースをしっかりやってるから強いってことじゃないですか。逆に言うとあ、飛びてしゃーない。無理をしないですね。はい。まああのこの前福岡行って、はいはいはい、アベアベ竜とも出てきましたけど、吉和さんがね、アベアベ竜のね、説明が上手くて、はい、ククが完璧にできる男みたいな感じでいてて、ククはい、で、あの、それ以外に、あー、しっかりしてるよんだ、まあまあまあククが完璧にできる男。そう、だから、例えば頭を叩かれたり、すっごい寝ぼけた状態でも、8×7 回っていったら56っていうのすぐ言えるような、それくらい基礎がしっかりしている竜だよっていう風なのを吉和くん言って。なるほどね。あ、でもね、すっげーわかるそれって思って。それは、そんな感じだわ、確かに。はい、で、まあ、ペコさんもそれに近いものがやっぱあるのかな、そうすると。な、基礎がしっかりしているから、なんかすごい強いみたいな。そうそうそう。だからククがしっかりできる男ペコしっかりできる男。はい、この第5世波動もククがしっかりできる証拠。投げ打ちにも取っているククができている。ククができている。しかしダメージ待っているのがこれがチュンリー竜。あー逆今の中波動かな。さああっぶね今円大パン確定しましたね。そうですね。終わり。あ、しかし、めくったら、あー、ぶんねまだわかんないぞ、これ。さあ、クク、81。あ、クックが81。あ、確定しない。どうすんの。ペコさん下がっちゃったら、だよね。だよく体力見ましたね。竜巻ですね、そうですね。波動化されて竜巻やると、スピニングに勝つので。はい。中ゴス今の前の中ゴスは
あのテンション出してもダメなやつですね。あいっちゃん遠いやつ。はい、あの遠いやつなんで、あれは結構ね、チュンリーが出したがりになっちゃうんですけど、見ないといけない。あ、弱ハード、弱ハードか、弱ですね。おっと、危ねえ。からの意味がないぞ。ナイト先取り、やりたい放題。ナイト先取り毎回。ああ、これは、ああ噛み合った。ねじ込んだ。さあ、一時今のは問題が出る前にもう真空入れ込んでましたね、しっかりと。問題が出る前に56、飛行圏という問題が出る前に56と答えた男、それがペコ。ベンチャンジャンプもしっかり。さあさあ、あ、これはおお、まあ裏着地なんでね、あれで OK でしょう。あとは真空を食らわないように投げていく。あと、モレタが、おさあ、ククをぶっ壊した。ぶっ壊しましたね、完全に。ワンチャン。クク88ぐらいだった、今。大将戦。草チュンリー VS、ペコエスケ。これね、先週、かなり、あーと、あー、逃した、カス。これ、逃した獲物はデカすぎたんじゃないか、草さん。端っこいっちゃうよ。これね、この前めっちゃやったんですけど、はい、やはり一撃が怖いですね、SN の、ね、ただフォーは言っても地上は結構有利にやれるので、チュンリー側も、あーいいゲン、あー踏み込んだ、まあ、あーっと、まあ今のはちょっと出せるのが難しい。いや、一応出るは出るんですけど、ただ今の弱波動だったので、最速で出したら多分多分ダメですね。だからあそこ我慢が正解です。めくり維持からってのはやっぱ難しい。大足出しちゃった。それは硬直が長くなるやつ、しゃあない。最後まではすごい良かったんですけどね。そうっすね、最後飛んできやがりますからね。アッパーしゃがみ中継から送らせてん、送らせてんね、結構使いどころ、あ、中、いいやつ、俺ができないやつ。さあ、削りで OK ですね。あー、つまらない。いやー、おわー、これはあるよ。あー、しっかりしゃがんで、今のはお見事ですね。さあ、というわけで負けトーナメントに行きましょう。草切りグラが1位抜け。はい、ベレロヒデ 1P、バイパー仮面人 2P でいきましょう。おお、デレロヒデ 1P、 バイパー仮面人 2P です。はい、 OK です。始めてください。あ、お願いしますよ、お願いしますよ、喉がやばいよ。あ、さあ、デレロエスケン VS バーガイルですね。バイパーガイル、はい、バイパーさんはもうだいぶ道着やってますからね。さっきのペコ戦も幻の3段食らわなければ、あれさえなければ全然ペースでしたからね。あれはもう逆転満塁、さようなら、さようならでしたね。いやー、ちょっとさすがにお電話ですよね。うん、あれは死んじゃやべえだろ。死んじゃやばいよね。置き攻めで死ぬはまあ許せるけど、そうそう、さあ、バイ3段でっていう。そしてしかし画面端でやはりしのぐのうまいっすね。うまいですよ。うわー、飛び強い。フォークよりガイルの方がやってる数見ますからね。あー、そうっすね、前に、はい、フォークだと、はい、あんまりやってもらえないから、やってもらえないから、こういうキャラを使うんだというような趣旨のことを言ってるのを、おっしゃってるのを聞きましたけども、うまっ、
投げ返してる。しかしあーあー最大か。あやばいやばい。ピュアラズあー当たる当たるんだ。サマ出す。 S 龍拳って弱小龍が長いんですよね。あーなるほど。出てる時間が長いです。あーそっかそっかそっか。裏剣しっかり。 S 剣に裏剣は難しいですよ。あーですよね。硬直がねやっぱ短いですからね。はい。しかし冷静に弾をさばくバイパー。まだノーダメージですね。デレローも食らわないけども。あー出なかったか。ダメだ。大足いいところ出す。ちょっとここはやっぱ経験値ある感じしますね。そうですね。おっとさばいた。くぐり投げ。これはうまい。うまいですね。DJ が DJ が先に出る。 DJ ヒデ DJ。 ヒデ J 出た時に思わず笑いが会場から出ましたからね。はい、大丈夫ですかね。本当にサブキャラ使わないですからね彼は。まあ、ただエアスラは早い。エアスラは早い。飛びやってることは完全にチュンリーなんで。チュンリーですね。歩き元キックと。おお大様。DJ はガイルに対してタッチ強キックはまあほぼ打つ意味がないです。あだいたいスライディングで OK なんで。あそうですね確かに。お踏んだ。踏んじゃって。しかし飛ぶ。ちょっとこの前やっぱりその打撃がでかかったりするがガイルもなかなか面倒ですよね。面倒っすね。しゃがみ中パンもあるし、うん、そう押し返すのは非常に面倒くさい。ソニックを頑張って打つしかない。そうですよね。この飛びもね食らったらでかいから。そう体育ミスったら面倒くせえみたいな。しかしペースを作っていくバイパー。あっと減ったぞ。ガード下から食らったんだよ。いろんなスキルが。バイパーが2立て。どうする。どうする。さあデレロ龍が先に出る。デレロ龍今晩はデレロ龍 VS バイパーガイル。これはバイパーガイルの独断場になると思われます。しかし踏んでいる。すげえゲージ溜まったぞ。さすがに今の裏剣も結構ギリギリのタイミング、はい、フレーム的にはと思ったんですけどさすがに逃さないですね。本当にうわーしのぐ。真空を縦に前に打ったら大足。真空打ったら止まれる。むやみなこう球ないっすね。そうですね。寄れずに終わりそうだ。時間がない。こういうことはこれが流線やという感じですね。まあ、ガイルの勝つパターンは真空を食らわずに全部さばくですね。しかし龍としては波動でプレッシャーかけつつ弾いてゴリゴリやるっていう感じ。おうまいぞ。何した。竜巻も投げ返している。うわーでかい。サーブに真空はうまい。これは引っかかって。うなんで空達やったんですかね。なんすかね。普通にめくりでよかったはず、うん、さあ勝利当たらない。この前の飛びで透かすのもちょっと長けてる感じがしますね。難しいですね。うわちゃんと透かしていく。バイパーガイルが透かす鉄壁だ。しかし今の大足とかにも引っかからないですね。素晴らしい、うん、
さあデレロ、うわー、打つしかなくなった。三立て強い。こっからまたお電話タイムですからね。ですね。さあ体操ヒレチェンリー粘れるか。でもまあ四立てする可能性は全然ありますからね。全然ありますね。あ、でもヒデ君ね、Sバイソン苦手なんですよ。ほう。バイソン戦と同じ感覚でやるんで。ああ、やってくれるんだ。そうなんですよ。終わってる。強い。ちょっとやっぱ球あんだけ早く打たれるとガイルも相当きついですよね。そうですね。ちょっとまあ完全な上位互換とは言わないですけど、同じようなね、ソニックサマーじゃないけど追っかけてみたいな、できて足速くて投げ強いみたいな。そうですね。そう、形だけど一瞬でバイパーが取っていく。最後のトルデリかっこよかったな。そうですね。あー、今の間に合わんのか。うわ、もう半分。下げ止めしっかり。ここまではこれが強い。強い、なんもね。あの技マジ電話なんすよ。まあ電話ですわ。うわーっと、裏剣も入らず投げる。投げや、受け身ないぞ。あー、危ない、危ない。あー、これは、あー、引っ張って投げる。いやー、しかしまあ、全然ありそうな感じではあった。そうですね、今しゃがみガードでちゃんと背中切りをガードしたので、はい、その後の読み合い勝てばダブル当たったかもしれないですし。そうですね。さあ、バルログ、仮面人、バルログから出す。バルログから出すか。しかし、スラが刺さる。あー、百裂がバリアなんですね、やっぱり。投げてる。ここどうするか。飛んで、飛んで。あー、こすってる。ボタンこすってた。連付きか、こいつ。あ、疑惑ですね。疑惑あるよ。うおーい、ピオルンかい。しかし、ね、コンボがむずいんですよ、まあ、バルログ戦は。そうですね、そもそもね、草くんは飛び込み立ちじゃキック100列にしてましたね。あー、なるほど。だからあれですよね、フェイロンもアッパーよりシャガコパーで安定させるとかはありかな。そうですよね、うん、画面始まったらあれだけど、飛び込みにもう宙にしとくかみたいな、うん、そう。しかし中足をこする。あ、ピヨった。ピヨってる。3段からのこの場合、はい、X バイソンだったら地上でいいんですけど、はいはい、S バイソンそれダメなんで。ゴリゴリ、さすがにちょっとストレートすぎましたね。ですね。垂直とか混ぜてもまあ悪くなかったかな。まあでもあの体力だったら戦列あるので遠距離はやりたくないってのわかりますね。なるほど。ゴリッとゴリッと行く。ちょっと百列バリアされてるんで、そこをケアしたいところか。うお、うお、あるのか。あるぞ、あるぞ、あるぞ、ある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 。このプレイはありそう。あーあー、こすってたー。中足百列。さあ、対象戦。あっという間に対象戦だな。さあ、どっちが勝ち上がる。これが終わった方とペコチーム試合です、はいはい、大将ヒデチュンリー VS バイパーホーク。早出し、ジャンプ台形で果敢。ほうほう、当たりまくる。おお、マセライエ。あの百列よくガードしたなと思いますけど、はい、ほうほう、これが本命なんだ。
ガードで削れない、あー出させられた、なるほど我慢した。さあリーチをかけたのワンピーチーム、上りフラキック、あーこれで確定か、バックジャンプはとがめる、回して飛んで、回して先飛びないはずだが、おお回してた、フライタイム、フライ回し、試合が早い、三角ピンタで落とす、ここに行ってもあーケツに引っかかっちゃうぐらいでかい、確かにでかい、あの技は、おお確かに効く、あー上りで対応していくヒデ、うわーうまい、中足はうまい、あーこれはあー上り当たる、いやさあヒデチーム連戦です、一番試合数が多いのは君たちだな、あ一番楽しんでるチームですね、一番楽しんでるんじゃないか、いいですね、はい、デルの日でワンピーガーです。坂本ペコ 2P が行ってください、あいろいろ来ましたね、さあ小手下がと金子がいる、はいはい、デルロヒデチーム、はい、先方決まってます、 2P も決まりました、はい、じゃあ座ってください、さヒデジー VS ブルーレット奥岳、奥岳しかし色は今日は黒いのかブルーレット、はい、さあ先方ヒデ DJ 対ペコ龍、さあ龍戦どんだけ分かっているのか、しかし早めの台形で体育潰していく、ビヨッチャやべえぞ、3段で死ぬ、青ハド2回3回ぐらい食らってましたからね、さあ飛びが入る、しかし龍側はここら辺は必要経費としてこの前は戦っていく必要があるか、ヒデヤスラはそんなに出際が強いわけじゃない技か、さあ飛びたいよね、飛べないんです、これ飛べないんです、飛びたい抜けられるぜ、そうなんです、さあデルオヒデチーム2番手はどうなるのか、相手が龍っていうところでなかなかね出しづらいところはあるかなという気がしますが、さあデレローが座る、デレローが剣をエスケを先に出す、さあ数えるよと数える宣言をしたペコ、相手側を数える、はい、アッパ早い、うまいぞこれね、ファイヤーはじゃないからね、お投げてる思わず何これ、思わずペコも苦笑い、何このキャラって感じ、大勝利、デレロエスケ悪くないですね、悪くないですね、コンボがねもうちょいちょっと剣っぽく、うん、ぽいと軽く出て強いのかなという気がしますが、やっぱ竜使いだと波動締めにしがちですけども、ですよね、おちょっとおお、うん、あ、うん、あ S 剣っぽい、 S 剣っぽい、なるほど S 剣使いすぐプルプル、あわかる、飛んでうまいぞ、間に合うんだねあれね、え歩き早いし、おおおお、体力は5分に近いかが、真空があるのでアッパ早い、うまい、うわー、あー出ずだー、強い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 、さあデレロ龍出させられて、出させられて
さっきもこの状況だった。はいですね。相手の戦法にくちゃくちゃにやられて、うん、ヒデがなんとかしたけども、はい、2回連続そうならないようにデレロを割っていきたい。ただし相手は東西戦中盤以降ですね。ちょっとここの壁乗り越えたいところかという感じですね。まあ勝ってもおかしくはないとは思いますけど、そうですね。もう同キャラってほどの勝率ではなさそうですね、うん、あ、いいですね。あ、気張ってず、あ、これね、数えてる、数えてるんすよ絶対数えてるんですよ。絶対数えてるんですよね。なんだったら出させるまであるからな今のあのね、最近ね、もうこれ答え合わせじゃないですけど言いますけど、はいはいはい、シンク1回食らって、はい、その後ね抜ける練習してるんですよ。はい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 、はい、だからわざと打たせまであるんですよ。わざと打たせがある。そう、あの体力だったら。なるほど。あそこシンク食らってシンクができれば、はいはい、もっと強いよね。ああ、なるほど。前によっては全然ありますからね。ですね。ほら、弱波動でこれこれこれ、ほらほらほら、だってシンク出しゃいいじゃん自分が暗いシンク。マッツーさんあそこ 100% 総流なんですよね。あ、そうですね。なんか剣使いの方がそれやってるなんか印象はありますね。さあ大将秀俊里出てくる。さあ4立てできるのか。ゲージを貯めていくペコ。ちょっと早いのが竜ですね。しかし玉引っかかるのは美味しくないか。おっと打っちゃった。先に、あー、これは回収されるぞ。すごい勢いで回収されるぞ。これあんまりよろしくないでしょう。回収されてるぞ。さあ、このレベルの竜にこの体力差は甘い球はそうそうないぞ。昇竜拳ですよね。今真空は1ラウンド2回、はい、ですが3回も見えましたね。見えましたね。まあ、体力的にそこまでの必要がなかったという感じはあります。おー、あぶねー。ピヨコン失敗。逃した魚が今の、あ、うわー、今度は自分が当てていく。大足波動か今のは。大足波動ですね。弱波動で行きつけないと引っかかっちゃってっていうのを多分狙ったなと思いますけどね。あー、スピバで避けられる。ファイヤーで相打ち以上だったら OK か。さあ端っこ閉じ込めている。戦列溜まった。これはたまらず逃げ出す。こうなるから何も起こらず画面端波動ファイヤー。こうなっちゃうんだよな。いやー、これはおー、ここでも届いちゃう。投げ返しファイヤー。これはやばいんじゃないか。全然あるよ。うわー、三角三角は良かったがここで打ってしまった。三角は良かった。いやー、いや面白かった今のあれは当たるわ。しょうがないですね。はい、というわけで決勝戦いきましょう。クサグリグラワンピー、これはいはい、一キャラ減らしますか。うんうんうん、減らすキャラ指名しよう。 S 剣。 S 剣×。はい、では、決勝戦は 1P 側が、無敗できているので 2P 側が1から減ります。はい、指名したのは S 剣。まあ、S 剣脅威ですからね。分かる。 S 剣さえ、ね、消せばさっきの3段ありましたし。まあ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 。では先方申告を。先方申告。はい、オッケー。オッケー。剣。はい、X 剣同士ですね。はい。あれね、最後の龍神里の
こうバックジャンプした時って龍側ってそのままマリオチューパンやりに行くか真空か昇竜か大体三択なんですよ、うん、三角全然 OK なんでのほぼほぼまあ登りチューパンも食らなそうだねあの高さだったら、まあ、そうですね。なのであれは全然あれで仕込んでいいのかなって僕は思ってます。でも見ている龍は逆のさらに天の弱の龍だとちょっと厄介ですねあ見られたみたいな感じで見られて登りチューパンは逆に食らうんでね。さあ試合見ていきましょう。さっきはさっき見た坂本が勝っていた。そうですね。さあ大足の疲れに大足ジャストル出っ歯は出ますよ。しっかり長州さん以外出ますから黄色じゃないんで出るっていうね。いやもうほんと黄色以外全員出ますんでさあモンジーあ痛いぞ。おーおーおーピヨッタはいはい。やってることがフェイロンだ火力の高いフェイロンになってません。あでもどっちも同じくらいか。一文字切りの後飛ぶとかね。うんベガ使いかフェイロン使いどっちかっすよはい。あまあ今のは大決めたかったんですがちょっと迷っちゃったのかな。おっと勝利出ないがクライナで OK。 さあ文字波動拳ヒオリチセーフ。さあ置き攻めできないはずなのにガンガン2人ともなんか下げっぽいことしてますね。逆になんですよ。ああ逆にそう逆に。あと危ねえ。あ文字入って昇竜拳大丈夫ですか。さあ草さんがさあ草本田というわけでちょっとニカさんの喉の調子の保護のため、まあ、デレローさんにマイクをちょっと変わります。よろしくお願いします、はい、デレローです。さあこれはカラジャンオイチョが入ってまあとりあえずガード OK、ね、今のオカマ入んなかったのはまあとりあえずちょっとなお逃れたと言ってもこのヘリ、うん、そうですね。いやーでもきついな剣無双もありますしね。今のカラジャンプになんか鬼無双も仕込んでそうだな。あーしっかりうまい。ここ今の波動拳のガードのところで多分溜め切ってたさっきの3秒前くらいですね。さあ弱ずつきガード弱勝利もガードで OK でしょう。波動拳さあさあどんどん詰めていってこれは美味しい。美味しいですね。波動弱波動強波動2度と削り安定連携ですね。さあ文字で距離を取るもおーっとあ今よく打ちましたね。打ちましたね。やっぱ怖いですよね。おっとまあまあまあよいしょ。さあ文字入れた、うん、あーまあそうですね。波動拳と大張り手の相打ちの後って本田が待って横玉入ってるんでそのままドスコイ来る可能性もあるのでそこをきっちり警戒しながらやるともっといいですね、うん、龍拳、うん、そうですね。さあ今のタチコパンをガードした後にバックジャンプよく入れました。あーわー落ちないところ弱小龍いければよかったんですが。さあおナイス勝利で見てますね。さあ今のは食らって何かを入れようとしてたのか。ダイヤシはガードでも OK。 わーシャガチュー波動昇竜昇竜拳いいですね。シャガチューパン波動で距離も取れて、なおかつ青波動でまあ剣は青波動しかないんですけれども、まあそこでスローモーションがかかるので相手のモーションがゆっくり見れるという状況を作った。そうですね。そこがすごいですね、さあグリグラフェイロンあーいってーやばいぞピヨン内が半分あー波動拳の出来はじゃあやりたい放題端に行くので超辛いんですよね。あれねジャンプ中パン立ち中パンでね結構スタンチやばいんで下手したらあの5段でピヨン玉であったんで危ないですあれ。危なかったですね。やっぱ開幕波動拳ね打ちたいんですけど怖いですね。そうですね、まあリスク承知で打てるなら全然ありだと僕は思ってます。そのラウンドを落としてでも、そのタクはあるんだよっていうのを見せるなら、ね、なるほど、見せとして使うっていうのはありですね、はい、今度使おう。まあ1ラウンド落としてでも見せたい技なのかどうかっていうところも踏まえて出すかどうかっていうところですね。まあ大会 で、やる行動としては、はい、まあ、逆に5段食らうけれども、いやそこはさすがに見るよっていう読みの逆にこう波動打ったりとかそう逆タクもあるんで、さあ坂本サガット、これで副将同士になりました、タイガータイガーで、あいってのか。そうなんですよ。あの 3段目に入る劣化のところはしゃがみ中継とかなんかいろいろ隠るんで、さああの
支援ガードした後、おー何も出さなかった偉いが、あーっと円台パンで踏んだ、はいと、これねー、あー差し込まれた、サガットは多分何もないですよね、あの後何のかな、そうですね、ちょっと難しそうですね、はい、さあ第2ラウンド、やばい、ここあー台足入っちゃった、いって、そして上タイガーよく打った、いいですね、勇気のタイガーですね、はい、はい、さあ2発踏ませて、うん、これでちょっとペースを取り戻したが、ね、やはり画面は押されるという、やっぱりあのサガットの手に蹴られちゃうのが辛いですね、まあそうですね、当たり判定がかなりグワって出ますからね、はい、さあ相打ちでよかったが支援、わあこれは辛かった、サガット辛いですね、さあマジスラタニエンでした、これはさあこれでラストですかね、さあこれでラストですね、うん、S 剣封じられてるんで竜で、いやー、はい、さあしかしククができる男ペコこの竜巻、竜巻もサザンが9と思いながら竜巻仕込んでいる、いいですね竹さん一つ、あーもうバッチリ、もうこの場合ですよね、キャラ対完璧、劣化の一発目が届かないところで戦いたいですね、はい、うん、あー代打いって、さあグリグラがさあ、円台系が止められるも、こっからフェローマンワンチャンが投げ返し、いいですね、今のワンチャンタチコパンを打ってちょっと下がって支援だったまでありますね、ただその移行フレームのところで投げられた可能性ありです、なるほど、支援しっかり、おお一発当て OK ですね、フェイドオンペースですね、あさあこれはよく出しましたね、表ガードしかし打ち身がないぞ、今度はめくりジャックハドいいですね、この前をキープしたいですね、はい、うん、さあしかしやりに行かないといけないフェーズに移行しました、うん、さあどうする、うん、飛んでいる円台ちょっと近かったですね、ジャンプ台系で多分ね今ねしゃがんだモーション見えたので、おそらくガードはできたと思います、なるほど、開幕踏み込み台足から波動拳仕込んだんですが多分出なかったと思われますね、いてーやばい中断、さあ、あーやばいやばい、あー終わってしまった、さあ勝ったのはグリグラ草コンビですね、はい、というわけでおめでとうございます、おめでとうございます、さあというわけで本日のランバトは以上という形でね、まあなかなか、まあ今日の見どころは皆さん後でね、あの動画見てもらうといいんですけれども、ペコさんのあの台形大パン弱小流の7割以上寝る、あそこマジであそこファボです、もういいね押したいです僕、あそこちょっとお電話押して、お電話マジでというわけでね、まあ皆さんあとノージェイやっていきましょう、お疲れ様でした、はい、ありがとうございました、ああ、あ、でも草です、ちょっと1点だけ告知というか、まあ、VC の時にニカさんも言ってたんで重複になっちゃいますが、8月の10日に小物道決まりました、カードの方はツイッターでも告知した通りですが、アフロ、アフロレジェンズ DJ とケンシロウさんのバイソンやることになりました、よろしくお願いします、まあこちら両者ともにバイソンと DJ を使うということで、ケンシロウさんは、まあ静岡のプレイヤー、浜松のプレイヤーなんですけども、まあおそらく関東のバイソンよりも DJ に対するあの知識があると思いますので、まあこちら完全に日本対海外という図式になると思いますので、皆さん注目の方よろしくお願いします、こちら XS の前日になりまして、うん、じゃあまあまあ、とりあえず前日なので、あのまあ皆さんちょっと鳴らしも込めてバーサスでちょっと来てもらいつつ、小物道も観戦していただければと思いますので、まあよろしくお願いします、グリグラさん宣伝する、明日の宣伝していいけどあんま関係ないよねはい、ヴァンパイアハンターの大会明日やるんで皆さん来てください、本当に来てください、
あとはあれですね、XFとのエントリーがもうすでにね、もうあの選手あたりから始まってて、まああのまあ見てる方もまあその他まああのまあ大体の方はねエントリーしてるとは思いますが、まあこれからですかね、まあチーム決めたりエントリーしたりというところになりますのでね、毎年ね秋葉原の e スポーツスクエアさんでやっている舞台の上でね対戦するという非常に緊張するようなシチュエーションではありますが、やはりね自分の表情とかあとはまあそのプレーとかその辺がねしっかりと録画されておりますので、やはり XF と今、はい、X の大会運営のツイッターを貼ったのでこっから飛んでください。はい上側が小物道で下側が XF との、あれから URL そうでいいですかね。そうですね、はい、というわけで、まあ、イベントは本日ここまでとさせていただきますので、お疲れ様でした、はい、アフリカありがとう。僕は眠いので帰ります。
Oh!
ちょっと早めですけど今日は締めます。お疲れ様でした。